母さん。何よ。いくつになりましたか？18歳。永遠の18歳。ああ、めまいがしてきた。熱？お尻にネギ入れる？大学行ってきます。最近のぞむちゃん、ママに冷たいね。そりゃ、俺ももういい歳だからね。昔みたいにはしてられないよ。じゃ、行ってくるから。ええ、わかります。そんなこと言ってるけど、どうだかね。お母様。わざとらしいため息ついて落ち込んだふりかい？あたしらの若い頃と言ったら。そういう意図はないです。偉そうなことおいでないよ。すみません。その形だけの殊勝さを夫の前でも見せるべきだね。そうすりゃ孫のできる日も近いってもんだろうさ。あの夕食の支度を。話を途中で打ち切る言い訳ばっかりうまいもんだ。そういうつもりはありません。まあいいさね。とにかく今晩から私の言ったことを実行するんだね。そうすれば1年後には孫を授かれるだろうし、そうでなければお前がそれをしていないってことがはっきりするんだからね。今日の夕飯はいらないからな。どうせバレてることも含めてお互い全て分かってるんだから、女のとこに行くってはっきり言えばいいのに。望むのカウンセリングか。未来さんが勧めてくれていたっけ。私もカウンセリングを受けてみようかな。それを受けたら私も子離れが。ちょっと、なんで母さんがいるのさ。私も悩み多き女の子だもん。泉姉はともかく、京香さんにまでこんな格好をさせて。いた。私はともかくってどういうことよ。それにこれはどういうことなの。それはさては。なんだよ。セーラー服フェチか。違う。それは断じて違う。これは父さんが提唱した理論を俺が発展させたんだ。のぞむちゃん、セーラー服が好きだったの。ママ知らなかった。それならそうと言ってくれたら毎日でもセーラー服着て起こしてあげたのに。ちょっと母さん、人に誤解されるような言い方をしないでくれるかな。そういうことならね、私だってねえ。泉姉も母さんも誤解を増幅させるようなことを言って。私はそのカウンセリングとか初めてなんですけど。カウンセリングといってもそんな大げさに取らないでください。このカウンセリングを受けることがストレスになっても困るからね。はい。なんていうのかな、メンタルなものって自分が病人でいると自覚そのものがストレスになったりしてしまうものなんです。だからそんなに堅苦しく考えないで、ちょっと話して気晴らしになりましたくらいでちょうどいいんですよ。そういうものなのですか。ま、場合によりけりなんですけどね。これは初心の人とかじゃなくて、もっときちんと症状の分かった後にしてるメソッドなんですけど。危険
何ですか？危険ではないけど、信頼関係の問題なんです。催眠術使ったりしますから。効果は？それには自信があります。俺のドクター論文のテーマでもありましたからね。わかりました、お願いします。ずいぶんアナログなやり方ですか？ごめんなさい、ただもっと導入機みたいなものがあるかと思ってましたから。いえ構わないですよ、自分でもちょっと時代かかったやり方かなと思ってますから。あれ京香さん、京香さん。のぞむくん、私寝ちゃってた？あ、いや、ごめんなさい、せっかくこういう場を用意してくれたのに。いや気にしないで。そっか、のぞむくんがそばにいてくれたからリラックスしすぎちゃったのかも。まで寝ちゃってたんだ。なんかちょっとだけいつもよりいい朝かも。悪いわね、呼びつけちゃって。構わないよ、泉姉にカウンセリングが必要ならこっちから出向いてでも見てあげないとと思ってたし。必要ないと思うけどね、あれは未来さんが。必要かどうか判断するのは泉姉じゃないよ。なんだよ、望むのくせに。俺が誰でも必要なことは必要なことだよ。泉ね。何？人の失恋が楽しい？楽しくなんかないよ。泉ねが心配なんだよ、泣いていることがね。ずいぶん上からだね。違うよ。何が違うのよ。それを俺に言わせるのは卑怯だよ。ほれ、早く言いなよ。俺が泉ねのことずっと好きだったこと知っているくせに。ならさ。